人生は思い通りにいかないこともあるし、時にはなんだかなと感じることがあります。このまま一生退屈な気持ちを抱えたまま過ごすことになるのかと思うと、憂鬱になってしまいますよね。でも、もしかしたらその原因を自分自身で作ってる部分があるかもしれません。今回の動画では、私たちが日常で無意識にやってしまいがちな、人生をつまらなくさせる原因を4つ、賢者の人生教訓とともにお伝えしていきます。これを知ることで、日々が少しでも明るく、楽しくなるヒントになればと思っています。それでは、物語をどうぞ。かつて、深い山の中に、人々から玄蔵と呼ばれる老人が住んでいた。玄蔵は人生の多くを山で過ごし、自然の中で様々なことを学んだ。彼のもとには、人生に迷いや悩みを抱えた人々が訪れ、アドバイスを求めた。ある日、健太が玄蔵のもとを訪れた。健太は最近、何をしても楽しくないと感じていた。人との関わりも、新しいことに挑戦することも、すべてが重荷に感じられていた。健太は玄蔵に、人生がつまらないから、何かアドバイスをしてほしい、という悩みを打ち明けた。玄蔵は健太をじっと見つめ、静かに話し始めた。まず、人生をつまらなくする一つのことは、物事の悪いところばかり見てしまう、ネガティブ思考だ。健太よ、どうやらお前は物事の悪い面ばかりを見ている。人生は予測不可能なことで満ちている。それが人生を面白くするんだ。健太は首をかしげた。でも、新しいことを始めるのは大変だし、人との付き合いも疲れるんです。玄蔵は微笑んだ。確かに、人生はそう簡単じゃない。人間関係をとっても、会ったこともない人と会うことは、すごくエネルギーがいるだろう。しかし、悪い面ばかり見てしまっては、新しいことは始められないし、人生は何も変わらない。故に、楽しさを感じることはできない。わかりやすい話をしよう。玄蔵は一呼吸置き、続けた。サーフィンをやってる時、いろんな波が来る。いい波もあれば、めちゃくちゃな波もある。でも、サーファーが波の悪いところばかり考えてたら、一つも波に乗れない。波が高すぎる、流れが速すぎる、なんて考えていたら、怯えて海から出てしまう。でも、うまく波に乗れることもある。いい波を探して、タイミングを見計らって乗り込むんだ。失敗することもあるけど、それが経験になって、次第に上手くなってく。サーファーはそのような予測のつかない波に刺激を感じて、ますますサーフィンにのめり込んでいくんだろう。人生も同じで、悪いことばっかり考えていたら、チャンスを逃す。たまには失敗するかもしれないけど、それで何かを学んで、成長するんだ。人生は予測のつかないことの連続で、いつもと違うことや曖昧なものがあるからこそ面白いんだ。人生で大切なのは、イエスかノーかを決めることじゃない。予測不能なものから何かを感じ取り、人生に変化を取り入れることだ。それができるようになれば、人生はもっと楽しくなる。玄蔵は続けた。人生をつまらなくする二つ目のことは、決まった方法で毎日同じことをしていることだ。どんなに初めは楽しかったことでも、決まったことを毎日続けていると、人はだんだん飽きてくるものだ。昔話をしよう。昔々、遠い国に、風が吹くと色とりどりの音色を奏でる不思議な木があった。この木は、千色の木と呼ばれ、村の人々にとって大きな喜びの種だった。毎日、人々は木の周りに集まり、風が生み出す美しい旋律を聞きながら日々を過ごしていた。村には、友也という少年が住んでいた。友也は千色の木が大好きで、毎日木の下で時間を過ごしていた。しかしある日、友也はふと気づいた。
毎日同じ木の下で同じ音色を聞いていると、それがどんなに美しくても次第にその魅力を感じなくなっていたんだ。そこで友也は新しい喜びを見つけるために村の外へと冒険することを決意した。彼は旅の中で様々な音楽や風景、人々に出会った。それぞれの体験が異なる刺激を持っており、友也の心は新たな経験で満たされていった。数ヶ月後、友也は村に戻った。彼が千色の木の下で再び風の音色を聞くと、不思議なことに同じ木の音色が以前よりもずっと美しく感じた。それは一度は飽き始めた木の音色とは異なる体験を通したことによって、美しさを感じ取る心が研ぎ澄まされたからだ。毎日同じような生活パターンが長く続くと、変化のない日々から人生がつまらないと感じるようになる。最初は戸惑いがあるかもしれないが、つまらなさから脱却するためには刺激や新しい体験という名の変化が必要なのだ。現像はさらに続けた。人生をつまらなくする3つ目のことは、今の自分に満足せずやりたくないことをしていることだ。特に本当は他にやりたいことがあるけれど、他人の目を気にしてしまって目の前のことに満足できてないということはないか。それでは今の自分に満足できず人生をつまらないと感じてしまうのは当たり前だ。私が小さい頃に父親から聞いた話を話そう。昔々、遠い国の辺境にある村に花を愛する若者がいた。彼の名前は蓮と言い、内心美しい花園を作り、人々をその美しさで癒したいと願っていた。しかし蓮の家は代々石膏の家系で、彼もまた家業を継ぐことが期待されていた。村の中では石膏としての仕事が最も尊敬され、花を愛することは男性の仕事とはみなされていなかったんだ。蓮は日々重い石を切り、形を整える作業に追われていた。彼は技術を磨き、石膏としての地位を確立したが、心の中ではいつも空虚感を感じていた。親や友達の目を気にして自分の本当の夢を追求する勇気が持てずにいたんだ。ある日、村に旅する画家が訪れた。画家は蓮に話しかけたという。なぜ心の声に従って自分の夢を追求しないのですか。本当にやりたいことをする勇気こそ最も美しい作品を生み出す源泉です。蓮はその言葉に大きな衝撃を受けた。長年の葛藤の末、ついに彼は自分の心に正直になる決断をした。彼は石膏の技術を生かして石と花を組み合わせた独自の花園を作り始めた。最初は村人たちも戸惑ったが、蓮の作る花園の美しさと彼の花への深い愛情に触れて、徐々に状況に順応していった。蓮の花園はやがて遠くの地からも人々を引きつける場所となったという。この話からもわかる通り、他人の期待に応えることで自分の本当の願いを後回しにしていると、自分らしい生き方ができなくなる。人に合わせて動いたり自分の本心を抑え込んだりすると人生がつまらなく感じることが多くなる。生活する上でちょっとした我慢はしょうがないけど、あまりに我慢しすぎると人生が楽しくなくなる。いやいや参加する飲み会や他人から押し付けられた雑用など、やりたくないことばかりやってるとストレスがたまる一方だ。自分のしたいことに時間を割けなくなって、日々がつまらないものになってしまうんだ。健太が真剣な表情で聞いているのを見て、源蔵は最後の話を始めた。人生をつまらなくする4つ目のことは、目標、夢がなく自発的な行動をしていないということだ。人生を楽しむためには自発的な行動が必要となってくるんだが、具体的に一つ話をしよう。昔々、夢も目標もなくただ日々を過ごしていた青年がいた。名前は祐介。祐介は毎日をただ漫然と過ごし、
何をするにも、まあいいか、という態度だった。やりたいこともなく、自分から何かを始めることもなかった。ある日、祐介は不思議な老人に出会った。老人は、君の未来を変える魔法の地図をやろう。と言って、一枚の古い地図を手渡した。地図には、夢を見つける旅と書かれていた。最初は半信半疑だった祐介だが、なんとなく退屈を紛らわすために、地図に従って旅を始めた。旅をしているうちに、祐介は様々な人々に出会い、多くの体験をした。勇気ある冒険家、情熱的な画家、一生懸命夢を追いかける子供たち。彼らに触れるうちに、祐介の中にも何かを成し遂げたい、夢を見つけたいという思いが芽生え始めた。旅の終わりに、祐介は一つの山の頂に立っていた。そこから見える景色は息を呑むほど美しく、祐介は心から感動した。その瞬間、彼は写真家になることを決意し、世界中の美しい景色を撮影して人々に見せたいという夢を見つけた。祐介は旅から帰ると、すぐに写真を学び始め、少しずつ自分の夢に向かって歩み始めた。夢を持ち、それに向かって行動するようになってからの祐介は、以前とは全く違う充実した毎日を送るようになった。この話からもわかる通り、目標に向かって頑張ったり、それを達成するために計画を練ったりすると、毎日がワクワクしてくるはずなんだ。でも、いつも他人任せで動くタイプは、指示待ち人間になって、自分でやってることに満足感を感じない。言われた通りに、とりあえずやるだけだと、達成感はゼロだし、本心ではやりたくないことを押し付けられて、不満がたまる一方だ。人は目指すものがあって、それに全力で取り組んでるとき、充実感が一番感じられるんだよ。目標を達成したときの達成感も、頑張った分だけ味わえる。小さな目標でもいいから、目標を持つことで、人生はいくらでも楽しくなるんだよ。玄三は、そこまで話すと、瞑想を始めた。健太は深くお辞儀をし、感謝を述べた。いかがだったでしょうか。私の周りには、この物語の登場人物のように、つまらなかった人生を自発的に楽しいものに変えた人たちがいます。最後にその人たちの行動を少し紹介したいと思います。ある人は毎朝同じ時間に起き、同じ朝食を食べ、同じ道を通って仕事に行っていました。しかし、ある日から彼は早起きをして近くの公園を散歩することにしました。この小さな変化が彼の1日の始まりに新鮮な気持ちをもたらし、仕事へのモチベーションにも影響を与えました。またある人は、長年仕事と家庭に追われ、自分のための時間がほとんどありませんでした。しかし、友人の勧めで始めた園芸が、彼女の情熱に火をつけました。植物を育てることで得られる喜びと達成感は、彼女の人生に新たな意味をもたらしました。自分の情熱を見つけることで、人生はより豊かで楽しいものになります。別の人は、新しいスキルを学ぶことで、自分のキャリアに革新をもたらしました。彼は自由時間を利用して、オンラインでプログラミングを学び始め、その結果、新しい仕事の機会をつかみました。学ぶことは決して遅すぎるということはありません。新しい知識やスキルは、人生に新たな道を開く鍵となり得ます。これらの例からわかるように、時には小さな一歩から、人生は変わり始めます。あなたが自分の中にある可能性に目を向け、勇気を持って新しいことに挑戦すれば、人生はもっと楽しく、充実したものになるでしょう。あなたの人生は、あなたのものです。今日から、小さな一歩を踏み出して、自分の人生を当て実したものにしていきましょう。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。